レッドキャベツはイオン九州が九州北部に店舗を展開するスーパーマーケットチェーンストア。2020年3月上旬までは同盟の運営会社が運営していたが2020年3月21日までにマックスバリュー九州へ店舗運営権を含めた資産譲渡が行われ企業としては休眠状態にある。宇部新店町店ハブ店1984年に 岩下義士が山口県下関市で創業。生鮮食料品ディスカウント型スーパーを歌い、下関市内を中心に店舗展開を行っていたが、1996年の福岡県北九州市への出店後は九州北部への店舗展開を加速。熊本県、佐賀県、長崎県へも進出を果たした。なお、ハブ店と宇部新店町店は2000年2月に、 倒産したマルシンから引き継いだものである。北九州地区に位置するクラテ店は、旧ユニードの店舗を活用している。もともと創業家のみが株式を保有する同族経営を行っていたが、2014年9月に創業者の古市でもあるイオンとの資本業務提携を締結。レッドキャベツが大幅な第三者割り当て増資を実施し、その大半をイオンが引き受ける形で、 イオングループの一員となった。その後、2015年に閉店した、福岡空港店とに本社を移転、旧本店は閉店の上、建物が取り壊された。イオングループ入り後は、シーレ部門などの共同化や、グループ共同の募金活動の絵の参画など、九州地区の四各社との共同活動の機会を増やした。2019年1月23日付の山口新聞が、 山口県内の6店舗を同年2月27日までにすべて閉店し、創業地である山口県内から撤退すると報じ、その後2月25日から2月27日の間に2店舗ずつ閉店となり、熊野店と小月店の閉店をもって山口県から完全撤退した。また同年中には九州内の4店舗を閉店し、 このうち未来長崎国王く店については、同じイオングループで、スーパーマーケット事業を展開する、マックスバリュー九州に譲渡し、同社が、レッドキャベツの野号のママサイをオープンするなど、規模を縮小していった。2020年3月13日、マックスバリュー九州が、レッドキャベツ13店舗の固定資産を取得し、同年3月21日に、 同社運営の店舗として開業することが発表された。同年3月17日に行われたマックスバリュー九州の取締役会で、同社内にレッドキャベツ事業部を設置し、固定資産のほかレッドキャベツ社長の岩下良をはじめとする人材も受け入れることが明らかにされた。これに伴い、友岡店は同年3月16日、その他の店舗も 同年3月17日をもって、当社での営業を終了し、数日間の休業に入り、3月21日に、レッドキャベツの屋号のままマックスバリュー、九州運営の店舗として、再オープン、マックスバリュー、九州運営の、レッドキャベツは前日の未来長崎国王区店を含め14店舗となった。今後、改装により順次、マックスバリュー、 ザビックへのリブランドが行われる予定である。なお、タバル店のみ、マックスバリュー九州への運営移管は行われず、同年3月20日付で閉店した。法人としての、レッドキャベツは公式サイトが閉鎖され、休眠状態にある。また、2020年9月1日にマックスバリュー九州がイオン九州へ、九州合併されたことに伴い、 レッドキャベツとして営業している5店舗の運営がイオン九州へ再移管された。2020年3月21日のマックスバリュー九州への運営移管完了時点での店舗数は14店舗あった。同年6月に一部を除く福岡県の店舗でマックスバリューの小型店舗業態であるマックスバリューエクスプレスへのリブランドが行われ北九州地区は すべての店舗でのマックス・バ・リューへのリブランドを完了。翌月には津島・伊豆原、店がマックス・バ・リューへリブランド、同年10月にタフセ店、クラ店が同年11月に天城駅前店がザビックへ順次業態転換され、佐賀県内のすべての店舗がザビックへ業態転換。2021年初頭には福岡空港店が マックスバリューエクスプレスへリブランドされ、福岡地区は全ての店舗でのマックスバリューへのリブランド、またはザビックへの業態転換を完了。2021年3月時点で1店舗となった。ありがとうございます。